チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。本日は初登場、前原誠二先生を、お招きして番組を進めたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。馬場先生、連日場所をお貸しいただきありがとうございます。アシスタントの馬場のグリーです。その面白いこと言わんで映画なんです。はい、始まる前、吉本新喜劇の話で3人盛り上がっていたんですよ。なんか私だけ世代違うの全く合ってしまったと。という話はさておき、なんとこの組み合わせはありそうで初ということで、そうですね。テレビはないですね、一緒にね。テレビもないですね。ということでですね、馬場先生おなじみなので前原先生のことをご紹介させていただきますよ。まあ、前原先生のことを知らない日本人で、いないと思うんですけれど、なぜチャンネルクララかと言いますと、実は私、中国シンクタンクの理事長所長をやっておりまして、その中で、3つの研究テーマのうちの1つ、今4つに減りましたけど、その中で規制改革というものを非常に重視しておりまして、その件に関して実はですね、密かに元大臣の方がご協力していただいております、本当にお世話になっておりますというふうに、中国シンクタンクの会員の方にはメールマガでお知らせしておりましたけれど、本当にお世話になって、親身になって研究に協力していただいたのが前原誠二先生ということで、大変感謝の意味を込めて、本当はもっと早く来たかったんですけど、お忙しいということで、実はその話からなんですけど、国交大臣の時にかなり規制緩和をやられたということで、そのお話を少しお聞きしたいんですけど、規制緩和というかですね、国土交通省というのは、予算使って何か作るっていうイメージあるじゃないですか。そろそろ、もちろん必要なものは作らなきゃいけませんけれども、作ったものをどう活用するかということで、作るから使うへということで、考え方を変えていく。それによって利便性を向上させて、経済成長を生み出し、また国民にもそれを享受してもらうということで、簡単なものから言うと羽田の国際化、これは北京、ソウル、台北しか飛んでなかったものを、言ってみれば全世界に飛ばすということで、4本目の滑走路ができるときに、今まで9000回だったものが3万回まで増えるということになってたんですけども、国際便が。でもそれは今申し上げた中国、韓国、台湾の行きは出なかったんですけども、9万回に私が変えまして、で全世界に飛ぶということになりました。あとは馬場さんのご地元ですけども、関西空港、あれ1兆1000億円の有利負債があって、そして一番高い時には着陸料が100万円という、私はバス停のぼったくりバーと言ってたんですけども、お客が来ない、そして来たお客からぼったくる、そしてますます客足が遠のくというのが関空だったんですが、伊丹と関空を運営統合して、で運営権を売却するということで、1兆1000億円の有利子負債はなくなりましたし、結果的に10万回だった、着陸回数が大体年間18万回まで、コロナ前までは、増えまして、そういったさまざまな、知恵を使ってですね、そしてあるものをもっと有効に使うということは、さまざまやらせていただきました。つまり当時国内は羽田、国際は成田って言ってたのは羽田で国際便を普通に飛ばせるようになったんで便利になったという、それが前原大臣の時だったっていうのがかなり、もう意外と知らない人多いと思うので、それですけど、そもそも論なんですけど、規制緩和、規制改革というと、もうそれ自体が悪だ、もう規制緩和すると弱者が潰されるんで、政府が規制をして国民を守らなければいけないんだ、しかも今コロナで緊急事態なんで、もう緊急事態条項と絡めて政府がどんどん規制して資金を制限できるようにしなければいけないみたいな議論が主流になりつつあるのかなというふうに思うんですけど、いかがでしょう。それは全く間違いだと私は思います。やっぱり経済成長っていうことは必要で、で経済成長するためには規制緩和っていうのは私は大事だと思うんですね。で経済成長して税収を上げて、それを言ってみればどうセーフティネットを張って格差の問題とか、あるいはいわゆる貧困、こういったものを、あるいは社会的な課題というものを解決するために回すべきであって、その経済成長のエンジンとなりうる規制緩和そのものを否定するっていうのは、
ある意味の自殺行為だと思うんですね。まあ、小泉構造改革の時に、私、まあ、亡くなられた中曽根康弘元総理大臣と何回かお話をした時に、中曽根先生がおっしゃってたのは、小泉君の、規制緩和というのはセーフティーネットがないからダメなんだと、いうことをおっしゃっていて、私もそれはその通りだなと思いました。ですから規制緩和そのものを否定するんではなくて、まあ、どうそれを、まあ、言ってみれば格差の問題とか、最低保障とかいうナショナルミニマムの問題につなげていくかと、まあ、いうことが大事なことだと思いますね。はい、前原先生のことは、まあ、知っててもこういう話は聞けない人が多かったと思うんで、まあ、どういうことか大体の、まあ、趣旨はお分かりいただいたと思うんですけど、今日は、まあ、なぜこの2人なのかというと、ちょうど先日国民投票法の、まあ、改正案が突如として採決されたと。で3年間立憲民主党の反対で止まっていたのが突如として、まあ、国対ですね、国会対策委員長同士の自民と立民の会談で決まって、でその裏、はっきり言えば裏の 国対会議の方では話して、そこでまあ、決めるんだけど、はっきり言いますよ、談合ですよ、裏でやってんで、裏はやってるけれども、肝心の議事録が残る議会では何も話さないで突如として採決したと。それに関して、まあ、馬場幹事長も相当お怒りで、ちょっと A 国対委員長とか全くイニシャルになってない批判をされていただいて、M さんのこともちゃんと批判しましょうとか私ね、付け足しちゃいましたけど、まあ、それはさておき、前原先生もこれに関しては、ちょっと憲法改正の話を進めるのは大事だけれど、このやり方はいかがなものかということを書かれて、うん、はい、まあ、各所で話題になっているということですけれど、前原先生、このお話の経緯ということをちょっとお聞きしたいんですけど、はい、まあ、私は憲法改正論者ですし、憲法改正の議論が進むということはいいことですし、まあ、3年間も滞っていたこと自体が私は問題だと思うんですね。まあ、そこはもともと旧民主党の勢力が、まあ、立憲と国民だったんですが、まあ、国民民主党もですね、今の国民民主党になる前で立憲に行かれる方がおられるときは、まあ、立憲と足並みを揃えて、どちらかというとブレーキを踏んでいた方ですけども、私は今回ですね、まあ、立憲に行かれる方は行かれて、そして国民民主党に残ったということによってですね、維新さん、それまではしっかりと、国民投票法も進めるべきだということをおっしゃってたところと、我々が歩調を合わせて、野党の中でもこれを進めることだということでですね、立憲に私は化学反応を起こしたと思ってますし、大変それは良かったと思うんですけども、問題はですね、いいんですよ、国対委員長同士で話があっても、でもそれは先ほど理事長おっしゃったように裏の話ですから、我々は議事録にも残さなきゃいけないし、国会での議論というのが必要なのに、国会の議論がないということはね、これはもう、立法府言論の府の自殺行為であると私は思いましたし、そもそも今まで森友とか加計の問題とかね、あるいはこの赤木ファイルの問題で、全くもって数の論理で、押し通してきた与党を批判していたのは誰ですかということをなんですよ、同じことを結局やっていて、だからこそそういったことはですね、ダブルスタンダードだということを批判させていただきました。はい、馬場幹事長、いかがでしょう。はい、まあ、もうおっしゃっていただいた通りで、特に我が党は、まあ、ぜぜひひということでやってきましたから、この国民投票法改正案についても、法案提出者なんですね。この問題に限って言えば、まあ、与党的な立ち位置で動いてきたという中で、まあ、突然ですね、ゴールデンウィークの間に、まあ、その自民党と立憲民主が、その修正案を一緒に作ってですね、でそれで、これを丸呑みするから、国民投票法の改正案を、まあ、採決させてくれと、いうことが、まあ、真実なんですね。で、まあ、日本維新の会に対してその間ですね、ほとんど連絡がなかったんですね。で、採決がされる前の日、5月5日のゴールデンウィークの最終日ですね、その日にパッと昼ニュースを見たら、その自民党と公明党の幹事長、国対委員長会談で、
立憲民主党の修正案を丸呑みすることが決まりましたと、うん、ニュースで流れてるんですよ、はい、でこっちもそれ法案提出してる方なのに、うん、はい、事前にも、うん、はい、その後約まあ3時間4時間後まで、はい、何の連絡もなかったんですね、はい、で僕はまあ自民党さんに対してもあんまりじゃないですかという話もしました、うんうん、でまあ、そのやり方も納得いきませんけども、うん、立憲民主党の修正案になるものがですね、中身を見るともうその国民投票法の改正案を採決したら3年間はその CM 規制とか残りのいろんな問題がありますんで、うん、そういう問題を解決することをまあ先にするという意味のことを書いてあるんですね、はい、だからもうどう読んでもその憲法議論をしませんよという、まあ、宣言文みたいなものですね、はい、修正案は。で、まあ、6日の日当日ですけども、事前のその打ち合わせ会議でも、それをまあ立憲さんに確認しましたけども、ふにゃむにゃむにゃふにゃむにゃって何言うてるかわからん。ね、ほんでもうそれやったら、憲法審査会で、本番の場で質問させてくださいというと、自民党も、うん、いや、それはちょっと待ってくださいと。はい、ね、修正案をその日に見た我々がなぜ質問できないんですかと、これ国民民主党の山尾さんも同じ意見ですよね、はい、でまあそれはふにゃ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 ということでまあ本番に入っていったわけですけれども、まあ、憲法審査会の場できちっと発言する場はあったんで、それを使って上手に自民党にも立憲民主党にもまさか3年間憲法本体の議論をしないということにはならないでしょうねと、うちからそれ確認したところ、自民党はやりますと、うん、立憲はやりませんと、うん、だからもうあれですよ、もうその段階でそのどうしよう意味なわけですよ、うん、全然その言うてることはもう左右逆の話になってるね。でそれはもう馬場さんやりますからと自民党はその時も言うてましたけど、はい、その1週間後の13日の木曜日で今日20日木曜日ですね、うん、憲法審査会の定例日にもかかわらず、先週も今日も憲法審査会やってませんから。なぜか収録できてる。だから我々が危惧した通りになってるわけなんですよ、これね。だからその国民投票法の改正案いうのは、単純にその投票者の利便性の向上であるとか、投票環境を良くするとか、そういったまあ手続き法ですから、だいたい拒否すること自体がおかしかったんですけども、まあ、それが通ったらもういいじゃないですかと。これはもう自民党も立憲も同じようなスタンスですから今、うん、だから私はこれ日本の将来に胸を張って責任を取れるんですかっていうことを言いたいわけですね、うん、今衝撃の一言が飛び出したわけですが、維新の会の幹事長の馬場先生がテレビのニュースで見た、そして 3,4 時間何の連絡もなかった、これもうとんでもないことだと私は思うんですよ。前原先生は国民民主党代表代行でいらっしゃいますけど、その話ってその日のいつ頃お聞きになりました？どういうのが第一報でした？テレビで見ましたね、はい、そして、まあ、我々山尾志織さんが憲法審査会に出ておられますので、はい、その、まあ、怒りというかですね、はい、まあ、そういったことを、まあ、党内で役員会で議論をちょうど、したということですね、はいはい、ですからかなりタイムラグがありました、はい、まあ、結局、まあ、与党第一党の自民党と野党第一党の立憲民主党が握ってしまえば他の野党は有党であっても排除するってい う, そ う, いうことですね。すごい、何のためにそれや、何のためにわざわざそれやってるんだって、もうとにかくやったことにしてなかったことにしたいとしか、もう憲法改正の中身以前の話ですね、そもそも法案が。ということですね。いや、というのはこれ私、うん、憲政史家という肩書きをずっと名乗ってきまして、うん、憲法学大学で教えていた身なんですけれども、いろんな国で二大政党が合意したことっていうのはものすごい重みがあって、例えばオーストリア憲法なんてもう日本でいうと三党合意みたいなものを片っ端から書き込んでるから、まあそれ1400条ぐらいになってて、一体どこまでが本物の憲法なのかよくわかんないぐらい膨れ上がってるっていうことですけど、うん、そういう国もあるぐらいで、まあ、なんでかっていうと、オーストリアって、ね、ナチス党に乗っ取られた経緯があるね、二大政党が意見が右と左で違っても合意したことは憲法と同じぐらい尊重しようっていう反省がある、うん、
日本でも、まあ、三党合意で消費税が決まって、うん、ところがその後あの野田内閣で解散するときに特例公債法は大変だから、まあ、与野党合意であの、まあ、これを3年間あの審議しないでいいように将来法律作ることにしましょうと合意した上で解散してから今に至って、その特例公債法があの時増税の話でずっと野田内閣で揉めてて通ってないから、地方とか地方公務員とか大学教授とか給料の遅配とかすでに始まっていましたよね、うん、それを与野党合意だけで法律憲法法律の不備を止めてうまくいったって、それはいいことだと思うんですけど、でも二大政党の合意っていうのはほぼ憲法を決めれるぐらい重いことで、それの中身が馬場先生の話によると議論させないんですよ、うん、恐ろしいことです。まあ、あの三党合意、あの社会保障と税の一体改革の時、はい、私政調会長野田政権の時にやらせていただいていて、はい、まあ、三党合意をまとめた当事者の一人なんですけども、まとめた後は必ず他の野党の議論、うん、に付さなきゃいけませんので、はい、国会での議論は当然されました ね、ですから合意をすることはいいんです、うん、それは政党同士で合意することはいいんですけども、うん、その後にしっかりとその合意した内容について、関わっていない他の政党がですね、まあ、しっかり議論をする、うん、そして、議事録が残り国民に対する責任を果たすと、うん、まあ、いうことが必要であって、合意そのものがダメなんではなくて、合意したらですね、3年間もほったらかしてたものが全く1秒も議論されずに参議院に送られるということはやっぱあってはならないんじゃないかと思いますね、うん、はい、合意はもう重いものだから他の全党派にもう公開の場で議事録が載る場で議論しないといけないのにやらなかったということが問題で、しかもその内容自体も問題だ、ね、修正の中身っていうのね、ご存じなかったわけですね。そうですそうです、だから当日の朝配られたわけですからね、うん、はい、僕はあの立憲の筆頭幹事の方にはこれはあの賛成も反対もできないと、うん、中身わからないから、うん、そんなん責任取れませんと、うん、いうことをまあ申し上げて質問をさせてくれということを頼んだんですけど、ふにゃむにゃむにゃむ、で結局与野党の第二大政党が組んでしまえば、うん、もう一点も通らない、うん、ということですか。いやそれこそ護憲派の皆さんが一番嫌ってた数の暴力ですよ、ね、そういうことですよ。いやそれがあの、まあ、先ほど言った大体ね、はい、その立憲主義やと名のあの標榜してる政党が憲法議論させないっていうのはこれ、はい、なんかブラックジョークですよ、ね。その質問前原先生が振りにくいんですね、はい、かなりいろいろ気を使って汗まみれになってしまうんですけど、いやいや、もう前原さんもこの辺まで来てると思いますけどね、はいはいはい、皆まで言わない方がいいかなと、うん、いやとはいうもののやはりあの、まあ、健全な野党が今 あるということはすごいいいことかなというふうに考えておりまして、はい、冒頭で前原先生が、まあ、立憲にいた人はいた人だけれど公民主党残ったことによって維新との連携ができるということは大変力強いかなと。でも本当これ、まあ、自民と立民だけだったらもう、もうほとんどの国会議員が入ってますよね。そうなるとかなりの数ですよね、これ怖いです、うん、何やってもいいことになっちゃうんですよね。そういうことですね、はい、それがごく一部のところで意思決定をされて議論すらさせないということは、うん、まあ、民主主義とは言えませんよね。はい、うん、まあ、それでちょっと、まあ、あんまり馬場先生との番組ではあの触れさせていただいたんですけど、まあ、例のいらない発言ですよね。あ、はい、またそこ行きますか。いや、そこはあんまり触れないで私実はあの常に申し上げいろんな人に訴えているのは、選挙っていうのは3つの選択肢があるかどうか、 3大政党制以上になるかどうかともかく1党しかあの選択肢がないんだったら選挙行く意味ないんで、絶対2つ以上選択肢がなきゃいけなくて、2つ目の選択肢がないんだったら1つ目の選択肢もどんどん腐敗していくんで結局ゼロになるから、実は民主主義やで選挙っていうものをやるんだったら野党第一党がものすごく重大なんだと、うん、ということを実は馬先生との番組でやらせていただいたんですね。という意味で本当にあの野党第一党の意味っていうのは選挙をやる以上はものすごく大きいと思うので、前原先生にあえてお伺いしたいんですけど。それはそうですね、あのそこは特に小選挙区ですので、はい、野党第一党の責任はあの極めて大きいと思いますし、うん、まあ、いろんな主義主張が、うん、あってもいいと思うんですけども、まあ、だからこそですね、国会の中では、やっぱり一番その国会のルールとか、
あるいは野党の質疑時間とか、うん、まあ、そういったものを、全ての委員会に筆頭理事とか筆頭幹事を出すわけですから、まあ、もちろん頑張っておられる方々もおられますけれども、まあ、今回の憲法審査会については、まあ、極めて残念なことだったなという気がしますね。はい、まあ、本当昔の古き良き自民党っていうのはあえて権力持ってるからこそ抑制的に少数派に意見を言わせようっていうのがあったと思うんですよ。逆に今自民党の方が余裕なくなっていて正論言われるのを怖がってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。うん、まあ、あの先日のね、その入管法の改正もですね、はい、なんか本末転倒で、その入管管理施設の中で女性が、うん、まあ、あの不幸にも亡くなってしまったという事実があって、そのことをきちっと原因究明するということは僕は必要だと思うんですね、はい、ところがそれが説明されないから全く、まあ、あの意味の違う法律まで審議をさせないとか採決をさせないとかいうことはちょっと本末転倒なんじゃないかなと、うん、だからまあその間でこう自民と立憲さんがより法律を良くするために修正協議をしてたわけですね、うん、でそれがまあ10項目中6項目から7項目ぐらいまでまあ合意ができつつあったと、うん、ところがそのビデオを見せないと、その女性の、はい、まあ、収監してた間のビデオを見せないという理由で全てをもうぶちまけてですね、でもう知らんと。だからうちはそのそれだけ立派な修正協議をしてたんであれば、それはうちが受け継いで自民党さんと修正協議を最後までやって、うん、で議論をして採決しましょうとこう持っていったわけですけど、まあ、なぜか自民党も腰が引けてですね、うん、いやいやもうそのお話はもうなかったことにしてくださいと、法律自体こう取り下げてしまったわけだからね、ちょっと与党の矜持っていうのもないような気もするし、まあ、野党のその攻め方っていうのもね、うん、なんかちょっとお門違い違うかなというような、まあ、今後半国会の状況ですよね。真原先生いかがでしょう。僕が今一番あの実は心の中に引っかかってるのは1億5000万円問題なんですよ、はい、広島のね、あの河井案里参議院議員選挙の時に1億5000万円配られたと。でそれが買収に使われて、まあ、お二人とも逮捕されて、そしてあの参議院選挙自体が無効であったということで再選挙されたわけですよね。でその1億5000万円の出どころと誰が関わったかということを聞かれて、幹事長が俺は知らんと、で幹事長代理があまり突っ込まないでくれと、その時広島は選対委員長だったっていうことで、選対委員長だった甘利先生は1ミリもいや1ミクロンも関わってないとまあいうことでおっしゃってね、なんか押し付け合いをやってるということですね。でこの政党助成金がかなり入ってるわけです。で政党助成金というのは税金ですから、しかもそういうふうに買収資金に使われて、溝手さんには1500万、そして河井案里さんには1億5000万、まあ、10倍の開きがあったわけですね。それでそういう買収事案が起きたと、まあ、こういったね国民の税金を使って、うん、そして不正な選挙が行われて再選挙まで行われたと、うん、無駄なお金が使われてるわけですね、うん、その選挙という、はい、こういうことに対して説明をしないと、うん、そして聞こうとすればあのもうこれ以上深く掘り下げないでほしいと、これはけしからんと私は思いますね。やっぱりそういうことも含めてね、先ほどの入管法のね馬場幹事長がおっしゃったこともなんでビデオを見せないのかと、うん、なんかあの後ろめたいことがあるんじゃないかと、うん、まあ、こういうことですし、あとあの今実は私財務金融委員会で赤木ファイルっていうものをまあ出すということで、はい、今実は理事会を終えてこちらに来させていただいたんですけども、うん、まあ、一の党から青山さんという方が出ておられて、まあ、青山さんと私も同じ意見だったんですけども、要はマーキングするわけですよ、うん、マーキングっていうのは黒塗り、はい、そして、まあ、別名塗り弁と言われるものですね、はい、うん、それは財務省がやるわけですよ、うん、いや公開して何が問題なのかっていうことを明らかにしなきゃいけないのに、その財務省がマーキングをしてですね、そして我々にしっかりと、まあ、議論をさせないというようなことはあってはならないので、私はその理事会でね
理事会だけでいいから、非公開でいいから全くマーキングしない原文を出すと、うん、そしてそれをみんなで分かった上で、うん、マーキングしたものが妥当なのかどうかを我々議員に判断させてほしいと、うん、まあ、こういうことを言ったんですね、うん、だからそういうやはりその我々は国民の代弁者です、うん、で先ほど理事長がですね、規制改革で私いろいろとお手伝いさせていただいているとい、それは当たり前のことなんです。つまりは国政調査権というのが議員にはあって、うん、代議士というのは国民の代弁者なんですね、はい、だからそういう意味で、まあ、おいてはしっかりと国民の目線に立ってね、うん、この赤木ファイルの問題でも1億5000万円の問題でもおかしなことはね、うん、徹底的にやっぱり追及するということが大事で、うん、それを野党がやってるのに、うん、それを、まあ、例えば先ほどの憲法審査会では野党第一党と手を結んじゃったら他のところが全く関与しないところでね、前に進んで、そして議論もできないということは、まあ、繰り返しになりますけども、やっぱり立法府としてはあってはいけないことだと思いますね、はい、本当私はもう切に健全な野党第一党を望んでいる立場ですけど、それで本当、まあ、国民民主党さんの政策もいつもいいなと思いながら見ているんですけど、今回維新の会さんが、まあ、改めて都構想6年目に新たな政策を出されたということで、重点政策が可処分所得を増やす倍増ですね、それからベーシックインカム初めて踏み込んだ社会保障制度改革は、まあ、経済成長増税だけじゃなくて経済成長とも合わせて考えるという政策だったと理解したんですけれども、前原先生がずっとおっしゃっていたこと、例えば可処分所得を増やそうみたいな話と絡むと思うので、はい、うん、まあ、そのあたりのことをぜひはい、コメントいただければと思うんですけど、まあ、今回ベーシックインカムというものを盛り込まれる、はい、重点政策がまとめられたということですね。でこれはいわゆる、まあ、現金を渡すということなんですね。で我々はベーシックインカムよりは今までの考え方はベーシックサービスというものをまあ提供すると、まあ、例えば教育の無償化とか、うん、あるいは、まあ、高齢者であればですね、所得に応じて、まあ、言ってみれば総合合算方式といってですね、まあ、青天井ではなくて天井を設けて所得に応じた負担にしてもらうということで、その部分は行政が負担しましょうという、どちらかというとベーシックサービスの考え方でありました。まあ、もちろん党が別ですので、その他党の考え方は尊重したいというふうに思いますけれども、まあ、ベーシックインカムにしてもベーシックサービスにしてもね、やっぱり先ほど一番初めにお話をされたように経済成長は必要です。規制緩和をして経済成長することも必要。しかしどうセーフティネットを張るか、まあ、張り方としてのね、ベーシックインカムなのかベーシックサービスなのかということですので、まあ、基本的な視点、やっぱりそういうサービスをあるいは現金を払わなければいけないような人たちが増えてきているということについては同じ認識だと思いますので、これからまたぜひいろいろと教えてもらいたいと思います。かなり通じるものがあると感じたんですが、いかがでしょう。いや、いつも前原さんからご指導いただいて、実は黒幕だったんです。いえいえそんな団子政治に出してる黒幕のような顔はこちらのアシスタントですね。いや、すごい愛嬌があるアシスタントだと思いながらも、はい、まあでもこうやってとにかく政策を表に出して、もう後ろめたいことが、ね、ないんだったら堂々と議論しましょうよ、そうですね、というところから、はい、もう本当に民主政治の根幹というものを問い直す番組をどんどん我々も発信したいと思いますし、はい、でもう一つ中瀬で、はい、打ち合わせがほとんどなかったので本番でいきなり言いますけど、はい、私どものチャンネルクララの方では、はい、もうメディア、もうインターネットまで含めて政治家を叩く番組ってワンサがあるんですけど、はい、政治家を褒める番組とか活動を紹介すると番組ってほとんどないんですよね。というのはなぜかというと、もう本当御用なんとかなるんだったら楽ですけど、褒めるっていうのは本当リスクがあるんですよね、うんうんうん、なのでだからこそ我々は本当政治家がいいことをやった時はもうお知らせすると、うん、実は例えば馬場幹事長が国会質疑で内閣法制局長官を一番目立つを
当面積ですね、あそこに史上初めて、うん、立っていただくような質疑をされたみたいな、これは画期的なことだからご紹介するみたいな番組やりましたし、今日例の羽田が国際空港やれるみたいなことが実は前原国交大臣の時だったっていうのはほとんどの人知らないと思いますし、で、ね、ネットで保守って言うと民主党っていうだけで叩く人が多いんで、逆に民主党の立派な方も、まあ、当時から今も出身者の方もご紹介しておりますので、本当にもう私も小さなメディアですけれども、いい政治をやってくださった方は積極的にリスクを取ってでも何でももう発信してご紹介していきたいなと思いますので、本当もう前原先生、馬場先生にはもう本当もう、まあ、将来や与党なんでしょうけど、もうまずはもう立派な野党第一党を作っていただきたいということを切にお願いして、はい、また前原先生の番組にご出演いただければと思います、はい、ぜひまた呼んでください。叩かれ慣れてるんで褒められるのちょっとくすぐったい感じですけども、いやもうぜひ両方で、はい、よろしくお願いします。もう馬場先生は完全にレギュラーですありがとうございますということで両先生ありがとうございました、はい、ありがとうございます。官僚機構に統治能力がなくなっている、シンクタンクと全国組織と政治家が三位一体の政党だと、官僚たちに依存をせずに日本の政治というものをどう立て直していくのか、まあ、規制っていうのは、まあ、つまり年々増えてるんですね。だから規制緩和をしたから日本がおかしくなってるっていうことではない。なんで彼らはそうやって制限を加えるのか、政府に命令されて縛りられたがってるんですよ。本当それでいいんですかっていう問いかけなんですよね。だから我々自身が自分たちの頭で考え、みんなに広め、実現していき、豊かで強い国を作らなければならない。